久保さんお金は貯めるものではなく使うものお金は貯めるものではなく使うものともちろん、まあ、あの未来のためにねちょっと資産を作る、まあ、資産とお金を貯めるちょっと違うのであれですけど、まあ、ちょっと余力を作っておくというのは大事だと,大事,だと大事なことなんですけどもただいつまで貯めるんですかみたいな新80歳で貯めてるお金何に使うんですかと 病院のとこで1億円貯まってますと、貯金1億円しました、酸素マスクしてます、どうやってその1億円使うんですか。<laughs> まあ家族にあげるっていうことはできるけども、自分では使えないですよね。だから結局、その人生っていうのは、まあ、死んでいくだけなんですよ。ね。まあ希望というか、死ぬことが確定してるわけですよね。まあ、死ぬことが確定してることに対して希望があるのか、希望というのか、まあ、希望と言いづらいですよね。 死置いていくくんでくもうひたすらそれだけなんですよ。じゃあその死ぬ前までにどういう体験をしたいのかどういうものを手に入れたいのかどういうところに住みたいのかそれらを叶えていくっていうのが人生のゲームだと思うんですよ。どんな街に住むのかどんな会社に勤めるのかどんなお金の稼ぎ方するのかどんなライフスタイルするのかそれ,それを作っていくのが人生のゲームですよね。どうせ死ぬんだから。うん じゃあその人生ゲームの中でお金が全くありませんって言ったら何やあのー、何も体験できないですよね何も体験できないって言ったら語弊がありますけども限られてますよねうんだから僕はもうずっとお金の話をしてお金の勉強をしてきてお金の商品を売ってきてますけど本当はお金はあった方がいいのでお金が全てじゃないけどお金は必要でありあった方がいいに決まってるんでうんちょっとこれなんか勘違いする人いるんですけどお金が全てみたいなね まあお金が全て言ってもいいんですけどね。命より金は重いみたいなねい。それで言ってもいいんだけども、あのー、まあ、あった方がいいよねって話ですよね。ないよりかは。で、あなたはな、お金がない人生を歩むのか、それともお金がある人生を歩むのか、どっちがいいですかと。もしお金がない人生でもいいですっていうんだったら、それはいいんだけども、お金があった方がいいよねっていう人生を歩みたいんだったら、勉強して稼げばいいだけなんですよ。やればいいだけなんですよ。 うん、で、今は別に一人で勉強して一人でやろうと思えばできますから、別に買うなん、何も買う必要ないですよ。だけど、結局、まあ僕もずっとやってますけども、やっぱね、一人じゃ不安なわけですよ。不安。うん、勉強したけどこれで大丈夫かなみたいな。で、その不安に勝てない人は先生にならればいいだろうし。 だってダイエットとかもそうじゃないですか。昔からそのダイエットのなんか方法なんか無限としてあるし、別に食わなきゃ痩せるし、だけどなんで一人で痩せられないんですかって話と一緒で。もういつも思うんですけどね。<laughs> ダイエットなんでできないのっていう。食わなきゃええやんっていう。すいませんね。そ,そんなこと言うとね、健康、それで死んだらどうすんだみたいなね。なんかいろいろあるかもしれない。不健康でどうすんだみたいなね。はっきり言って僕、一日一食ですけど、 多分他の人より動画をアップロードしてるし、他の人より元気にやってるし、一食ですよ。昨日もね、カツ丼1個だけ食っただけですね。500円のカツ丼。500円のカツ丼食っただけですね。<laughs> 昨日のご飯。それでこと足りますよ。こと足りるというかね、まあ、全然生きていけますよ。うん。そう。だもちろん毎日カツ丼じゃないですよ。うんたその野菜が食いたくなったら野菜も食べるし。 でも別に一日三食食わなくても僕は生きていけると思うし、うん、そもそも一日三食になったのはトーマス・エジソンのせいかもしれないですよねトースターを売りトースター機を売りたくて朝食パン食おうぜみたいなキャンペーンが始まったんで三食になったっていう,う都市伝説がありますけど <laughs>、うん、昔の日本は二食だったような二食だったのかな多分ね欧米から朝食の概念が入ってきたのかなどうなんだ違うかまあいいや まあ、とりあえず3食食わなくてもやっていけるんで。うん。ただし、まあ、そのガテン系ですよね、めちゃくちゃ体力を使う建設業とかの人は、パワー、エネルギーをやっぱ使うので、重いものを持ったりとかね、それは、あの、食わないといけない部分あるかもしれないですけど、リモートワークでデスクワークしてます。1食で十分ですよ。<laughs> そう。全然足りる。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。